よし、大学生になった記念に今日こそエッチな店に行くぞ。新しくできたスタバってここら辺だよね。あ、葵くんじゃん。こんなところでどうしたの？マミちゃん、いや、その、別に。あれ？この辺にいるってことは、もしかして今から行くとこなんでしょう。え？何のこと？あれでしょ？最近できた新しいお店。え？なんでそれを？そりゃ見ればわかるよ。今から行くって顔してるもん。行く顔してる？俺めっちゃヤバいやつじゃん。私も今からそこ行くんだ。マミちゃんが？なんで？実はさ、私今ウェブでそれ専門の記事をちょっと書かせてもらってて、今日はそれの取材で来たの。マミちゃん、風俗ライターだったんだ。新しくできた店って関東最大級なんだって。種類も一番多いらしいよ。すっごい楽しみ。そうなんだ。俺もめっちゃドキドキしてきた。葵くんってお気に入りの店とかある？いや、実はまだ一回も行ったことなくて。嘘でしょ？一回もないの？うん、なんていうかハードルが高いっていうか。もったいない、人生損してるよ。噂には聞いてたけど、そんなにいいんだ。そっか、初めてか。確かに初めはビビるよね。じゃあ私がおすすめ教えてあげる。私くらいになると顔見ただけでその人の好みまで分かっちゃうから。何その特技。そこは見透かさないでほしいんだけど。じゃあどんなのがいい？やっぱ最初はシンプルなのが。え、まさか何もつけないつもり？え、オプションのこと？まあ初めてなんで。はあ、これだから素人は絶対つけなきゃダメだよ。そうなの？でもどんなのあるか知らないし。そんなの星の数ほどあるから。そんなにあんの？例えば甘いの大丈夫ならクリームのせは外せない。無理無理、初めてでクリームはレベル高いって。あと普通はワンショットだけど、濃いのが好きならトリプルショットとかおすすめ。すっきりするよ。ショットを3回も？初来店でそれはがっつきすぎじゃない？あー、そうだ、これはオプションじゃないけど結構みんな写真アップして楽しんでるよ。え、ダメでしょそれ。店怒んないの？みんなやってるし全然平気だよ。顔出ししてる人も結構いるし。思ってた以上にあっちの世界ってオープンなんだな。私は今日何にカスタムしよっかな。あ、そうだ、あれかけてもらおうっと。かけるって本当に？もちろんいっぱいかけてもらうよ。だって55円でかけ放題なんだもん。安っ。それ価格設定合ってる？よし、今日は葵くんのデビューだし私がおごっちゃう。だけど私のおすすめ試してみてね。あー、俺体持つかな。